もうそろそろ潮時か。俺の店は潰れそうになっていた。昔同じ店で修行していた吉高大輝がわざわざ俺の店の前に同じ寿司屋を作ったのには驚いた。しかしそれだけではなく、まさか俺の悪評まで流しているとは思いもよらなかった。変な評判が流れることで店の客足はどんどん減っていった。もう閉店しなければならないかもしれない、そう感じていたある日、有名美人女優の宮本由美が店を訪れた。お邪魔します。綺麗な人だと見とれていると由美が尋ねた。私のこと覚えていますか？その後彼女の発言によって俺の人生は予期せぬ方向へ進むことになる。俺の名前は清水康介。俺の実家は貧しかった。父が病気がちで、母はパートで働いていたが、父の治療費などを支払うと、金銭的な余裕はほとんど残らなかった。俺も二人に負担をかけてはいけないと思い、わがままを言うことはなかった。ある時、誕生日に欲しいものを聞かれたので、おいしいものを食べに行きたいと答えた。すると父はニコニコと笑い、康介は普段わがまま言わないからな。よし、お父ちゃんがとびっきりおいしいものを食べに連れて行ってやる、と言った。父が母と俺を連れて行ったのは、ある寿司屋だった。回らない寿司屋だったから、かなり奮発してくれたのだろう。木張りの椅子に座って待っていると、職人さんが、俺の目の前にいくつかの寿司を置いてくれた。俺はその中からマグロを選び、口にそっと入れた。その瞬間、天地がひっくり返るような衝撃を受けた。あまりに美味しすぎたのだ。どう、康介？母が微笑みながら俺に声をかけてきた。めちゃくちゃ美味しい。あまりの美味しさに言葉を失っている俺を父も母も微笑んで見つめていた。どのネタも嘘かと思うほど美味しかった。あら、この縁側とても美味しいわ。穴子もいけるぞ。母が嬉しそうに寿司を口に運ぶ。何より父と母と一緒に食べたその時間がとても特別で、楽しく幸せだった。その日から俺は寿司職人を尊敬するようになった。こんなに人を幸せにできる仕事はすごいと感動し、将来は寿司職人になりたいと思うようになった。前に行った寿司うまかったな。父がそう言った時、俺は言った。あんなに美味しくて人を喜ばせることができる寿司職人に僕もなりたい。父は驚いた顔をして、それから噛んで含めるように俺に言った。いいか、康介。寿司職人ってのはな、厳しい世界だぞ。普通に学校に行って会社で働く方がどれだけ楽か知れないぞ。父の言うことは分かったが、俺はどうしても寿司職人になりたかった。だから俺は寿司職人になることを決めた。中学を卒業するとすぐに寿司職人として店に雇ってもらった。業界でかなり有名な寿司屋吉高にダメ元で修行をお願いしたのだ。修行させてください、どうかよろしくお願いします。そう頭を下げると大将は言った。これから住み込みで働くか。ありがたいことに快諾してくれた。それから俺はそこで住み込みの見習いとして職人になるための修行に励んだ。父に言われた通り、とても厳しい環境だった。まず寿司なんて到底握らせてもらえない。毎日皿洗いや出前といった雑務をこなしながら先輩たちの仕事を見て学んだ。そんな日々が数年続き、一生懸命学ぼうとする姿勢が認められ、3年目からは大将について魚の仕入れにも同行するようになった。魚の目利きを教えてもらい、少しずつ職人としての知識がついていくのが嬉しかった。しかし順調なことばかりではなかった。俺と同年代で寿司職人見習いとして入っていたもう一人の見習い、大将の息子である大輝がいた。大輝は俺より一つ年上だったが、不真面目なところが目についた。
ある日大将は大輝を呼び出して叱りつけた。お前が真面目に寿司を学ばないから康介を後継ぎにするぞ。そう言われた大輝は、なんで血のつながってない住み込みの見習いなんかに後を継がせるんだと反抗していた。俺はたまたまそのやりとりをバックヤードで聞いていた。それから大輝の嫌がらせが始まった。仕事着を汚されたり、ロッカーに入れていた靴を隠されたり、間違った予定を伝えられたこともあった。大将に評価されている俺が気に食わなかったのだろう。俺は大輝の嫌がらせに耐えながら何とか修行を続けた。その頃仕事が終わると、自分で買ってきた魚をさばいて寿司を握る練習を一人でしていた。昼間に大将が握る寿司を思い出しながら握りを再現する日々だ。そんなある日、店の外に女の子がいるのが見えた。通りすがりかと思っていたが、その子は店のガラス張りに背を預け、ずるずると座り込んでしまった。どこかぐったりしているように見えた。こんな遅くに、ただごとじゃないな。そう感じた俺は外に出て話しかけた。お嬢ちゃん、どうかしたの？するとその少女は大きな目で俺を見上げた。うん、あのね、お腹が空いて動けないの。俺は彼女を店の中に入れた。俺の作った寿司でよかったら食べる？少女はこくりとうなずいた。俺はさっきまで作っていた寿司を彼女の前に出した。そっと伸ばされた手が寿司をつかみ、彼女の口へと運ばれた。その途端、彼女の目が輝き、一心不乱に寿司を食べ始めた。皿が空になると、彼女は律儀に手を合わせていった。ごちそうさまでした。本当にお腹いっぱいになった。それを聞くと、俺は安心した。よかった。お腹はいっぱいになったか？彼女はうなずき、こう続けた。あのね、私、お母さんと二人暮らしなんだけど、お母さんは病気で寝たきりになっちゃって、ご飯がなくて困ってるの。大変な境遇だと思った俺は、少しでも二人の腹を満たせるように、残った寿司を包んであげた。家はどこだ？もう遅いから送っていくよ。俺は彼女を家まで送っていき、包みを彼女に持たせた。これ、お母さんと食べな。いいの？彼女の目はまた輝いていた。うん、お腹が空いたらまたおいでね。そう言って俺たちは別れた。それから俺はたびたび自分が練習で作った寿司を彼女と母親のために届けるようになった。彼女は毎回おいしそうに食べ、俺は自分の作った寿司で彼女が喜んでくれることが純粋に嬉しかった。また彼女の話を聞くのが楽しみになっていた。学校での出来事や友達との会話を表情豊かに語る彼女の話し方は魅力的だった。しかしそんな日々が裏目に出るとは思いもしなかった。ある日店に行くと、大将が腕を組んで俺を待っていた。康介、お前、店の食材を勝手に使って女に寿司をおごっていたそうだな。俺は呆然とした。いや、違います。店の食材は使っていません。それにおごったのは女の子じゃなくて、お腹を空かせた小さな女の子なんです。嘘をつくな。店の食材が実際に減っているんだぞ。俺は頭から血の気が引いた。そんなはずはない。必死に誤解だと説明したが、信じてもらえなかった。そこへ大輝がニヤニヤしながら現れた。俺が見つけたんだよ、食材が減ってるってな。俺はとっさに、あ、これははめられたんだと思った。大将、本当にやってないんです。俺ははめられたんです。しかし大将は厳しい顔で言った。過失を認めたくないのか？ならお前はクビだ。俺はなすすべがなかった。大輝が俺をはめたという証拠はなかったし、いくら本当のことを言っても誰も信じてくれなかった。そして俺は寿司屋吉高を去った。その後の10年間は苦しかった。業界でも有名な店で窃盗して辞めさせられたという噂が広まり、まともな店には雇ってもらえなかった。なんとか大衆寿司屋に雇われたが、思っていたような仕事はさせてもらえなかった。それでも俺は寿司職人を諦めず、
ひたすらに勉強を続けた。仕事の合間に市場へ行って魚の知識を学び、調理学校にも通った。多くの苦労を経て10年後やっと目標にしていた自分の店を構えることができた。開店前、俺は店を眺めて感慨深かった。ガラス張りの入り口にさっぱりした内装。ガラス張りにしたのはかつて修行した吉高と同じ仕様だったからだ。やはり最初に育てられたあの店の影響は大きかった。店が開店すると次第に客が入るようになり、リピーターもつき始めた。美味しいと言われることが何より嬉しかった。俺は1年間寿司を握り続けた。しかし順調だったのは最初だけだった。ある日、向かいに寿司屋ができたのだ。なんとそれは大輝が大将の店の2号店として出店してきたのだった。客足は一気に減った。大輝の店は寿司屋としてははるかに有名だった。俺は味で負けなければいいと思っていたが、客足が戻ることはなかった。ある日、馴染みのリピーターが話しかけてきた。大将、大変だぞ。どうしたんですか？向かいの寿司屋に行ってみたんだけどよ、そこの大将がひどいこと言ってたんだわ。あそこの大将は窃盗で寿司屋を追放された人間だから、大した寿司を握れるはずがないってよ。俺腹立っちゃってさ。大輝は俺の悪い噂を流していたのだ。リピーターは続けた。俺はそんなこと信じてねえよ。大将のこと信じてる。でも噂を信じて来なくなった人もいるかもしれねえな。そうかもしれませんね。教えてくださってありがとうございます。俺は大輝に反論したかったが、どうすることもできなかった。その後も売り上げは落ち続け、俺はついに店を畳むことを考え始めた。そんな折、店に電話がかかってきた。もしもし、私テレビ局の佐藤というものですが。テレビ局がうちに？この度番組の取材でお宅に伺ってもよろしいでしょうか？俺は驚いたが、これはチャンスかもしれないと思い、取材を受けることにした。少しでも宣伝になればと思った。うちでよければどうぞいらしてください。そして当日、取材陣が店に入ってきた。この後タレントが入ってきますんで。そう指示され、俺は到着を待った。店の扉がガラリと開く。途端に空気が変わった。ゴージャスな雰囲気をまとったそのタレントは、なんと有名女優の宮本由美だった。思わず見とれていると、彼女はカウンター席に座った。私のこと覚えてますか？急にそう問われ、俺は目をしばたたかせた。彼女の顔をよくよく見ると、ある面影が浮かんできた。もしかして由美ちゃん？すると彼女は微笑んだ。はい、あの時助けていただいた由美です。なんと彼女は10年前に寿司を振る舞ったあの少女だったのだ。この番組は有名女優が恩人を巡る企画だった。由美はカメラに向かって話し始めた。昔、家庭の事情でお腹を空かせて座り込んでいた私に、清水さんはタダでお寿司を振る舞ってくれたんです。その優しさがなかったら私は今ここにいないかもしれません。彼女は続ける。清水さんのお寿司のおかげで私は希望を持って生きてこれました。でもある時、その寿司屋に行ったら彼はもういませんでした。私に寿司を食べさせたことが原因で解雇されてしまったんです。それからずっと清水さんを探していました。そして俺に向き直り、やっとお会いできて本当に嬉しいですと言った。俺は感無量で言葉が出なかった。由美ちゃん、立派になって。俺が寿司を出すと、由美は美味しそうに一口で食べた。昔食べさせてもらった記憶が蘇ります。あの時も本当に美味しかったけど、さらに美味しくなってますね。彼女は一つ一つ丁寧にリポートしてくれた。そのおかげで放送日から店は大繁盛した。由美もたびたび食べに来てくれ、店は女優の宮本由美がよく来る店として有名になった。もちろん寿司にも自信があったため、俺の寿司を気に入って常連になってくれる人もたくさんいた。その結果、
店は持ち直すことができた。俺はユミに感謝しながら精一杯働いていた。しかし俺の店が繁盛するのを許せない人物がいた。向かいで寿司屋を経営する大輝だ。彼の店は次第に人気がなくなっていった。レビューサイトを見ると本店と比べて味が落ちる、板前が向かいの店の悪口ばかり言っているからもう行かないといった書き込みが目立つようになっていた。大輝は親から立派な看板をもらったものの、その輝きが失われつつあった。ある日俺は店の前で大輝を見かけたが、彼は余裕のない様子だった。俺の視線に気づいた大輝は俺を睨みつけてきた。そこには殺意がにじんでいた。随分と恨まれているらしい。ある時またユミがお店に来てくれた。大将、いくらちょうだい。はいよ。いつものようにユミは美味しそうに食べていた。キラキラと輝く瞳は昔と変わらない。美味しい。そう言って笑う。美味しかった。ごちそうさまでした。そう言ってユミは店から出た。俺は見送るために店の外に出た。その時道路を挟んだ向かいで大輝が店から出てくるのが見えた。よく見ると手には包丁を持っている。何かと思っていると、お前のせいで俺の店は散々だと叫んで包丁を構え、こちらに向かって突進してきた。とっさに俺は弓をかばった。右腕に鋭い痛みが走り、あまりの痛みに崩れ落ちた。清水さん、清水さん、誰か救急車を呼んで。ユミが叫んだ。人が集まってきているようだった。右腕の感覚がない。やっちまったな、こっちは利き腕なのに、などとぼんやり考えていた。痛みで意識が朦朧としてくる。遠くからサイレンが聞こえてくる中、ユミの腕に抱かれながら俺は意識を手放した。目を覚ますと泣き晴らしたような顔のユミと目が合った。彼女はがばりと抱きついてワンワンと泣いていた。白い壁と窓からのどかな風景。ここは病室らしい。ユミちゃん大丈夫だった？清水さんが守ってくれたおかげで大丈夫だったよ。あの後近くにいた男の人が刺した人を拘束してくれた。誰かが救急車と警察を呼んでくれたの。そっか、よかった。右手を見下ろし動かそうとすると激しい痛みが走った。部屋に医者らしき人が入ってきた。清水さん、目を覚ましましたか？お加減はいかがですか？ちょっと痛みますね。すると医者は深刻な顔をした。これは非常に言いにくいことなのですが、清水さんの右手は大切な腱と神経が切れてしまっている状態です。右腕は以前のようには動かないでしょう。ということは寿司は握れなくなるということか？突然の宣告に俺は目の前が真っ暗になった。そんな嘘ですよね。ねえ先生。ユミは一緒に言い募ったが、医者は残念そうに首を横に振った。残念ですが、清水さんが同じ職に復帰できる可能性は。医者が去った後、ユミはまたボロボロと泣きながら俺に謝ってきた。私のせいでごめんなさい。清水さんの右でも本当にごめんなさい。いや、ユミちゃんのせいじゃないよ。謝らないで。でも。ユミはがばりと顔を上げ、真剣な目で俺を見つめた。私が責任を取ります。私と結婚してください。俺は驚いたが首を横に振った。そんな重荷を君に背負わせるわけにはいかないよ。それに僕が嫌なんだ。結婚はお互いが幸せになるためにするものだろう。こんな腕で君を幸せにする自信が僕にはない。だから君と結婚するわけにはいかない。ユミは悲しそうな顔をしたが、俺は彼女のアプローチを何度も断った。退院してから俺は店を畳んだ。閉店した店内を片付け、誰もいないカウンター席に座って今までのことを思い出した。修行の日々、店を持ったこと、食べに来てくれたお客さんの笑顔。でももう俺は寿司を握ることはないのだ。そのことを強く感じ、自然と涙が頬を伝った。少し経って店を出ようとした時、扉が開く音がした。あの、すみません、もう店はやってないんです。
そう言って人影を見ると見覚えのある顔、彼は吉高の大将だった。大将。大将はじっと俺を見つめ深々と頭を下げた。うちの息子が本当にすまない。頭を上げてください。大将が悪いわけじゃないです。お前が疑われた時、俺はお前を信じてやれなかった。息子があんな愚かだとは思わなかったんだ。本当にもう終わったことですから。大将は俺を見つめ続けた。康介、これからどうしていくつもりなんだ。もう利き腕がうまく使えないので職人を続けるのは諦めます。すると大将は言った。もう一度修行しないか。リハビリをすればまた動くようになるかもしれないし、お前には左手もある。俺は悩んだ。左手で寿司を握れるようになるのだろうか。大将は続けた。決定だな。そう言って無理やり俺を店に連れて行った。大将は俺をカウンターに立たせ、目の前にまな板と大きな魚を置いた。それを見ているうちにじわじわと寿司職人を続けたいという思いが強くなってきた。大将、やっぱり俺寿司職人を続けたいです。お前ならそう言うと思った。なぜ俺を雇ってくれたんですか。お前の姿勢が良かったからだ。覚悟を持って中卒でこの世界に飛び込もうとしていた。それが全身からにじみ出ていたんだ。その日は練習を続けた。包丁を左手で握り魚をさばく。思った以上に力が入った。それから数年、俺はまた自分の店を持つことができた。リハビリは厳しかったが、いつかまた誰かを幸せにする寿司を握りたいと思い必死に取り組んだ。奇跡的に右手も少しずつ動くようになり、左手でも寿司を握れるようになった。吉高の大将からも後継ぎとして正式に認めてもらった。開店初日、俺が大将として店を開ける。最初の客として俺が呼んだのが宮本由美だった。いらっしゃい。俺は彼女を店に誘い入れ、お互いの近況を話しながら最高の寿司を出した。その時間は由美にとっても俺にとっても最高に幸せな時間だった。私、やっぱり清水さんのことが好きです。ぽつりと由美は言った。ありがとう由美ちゃん。こんな僕のことを好きでいてくれて。私、結婚したいんです。俺は微笑んで言った。俺でよければ、喜んで。彼女はほっとしたように笑った。その後彼女の母親に挨拶に行った。病気は治ったらしく、由美に似た笑顔で、俺たちを見ていた。あの時はありがとう。あなたは私たちの命の恩人です。どうか娘をよろしくお願いします。俺は由美と顔を見合わせて喜んだ。俺の両親も結婚を祝福してくれた。結婚式の日、今までお世話になった人たちが俺たちに花を投げてくれた。俺は由美の手をしっかりと握りしめ、絶対に幸せにすると心に誓った。今回のお話はいかがだったでしょうか。最後まで読んでいただきありがとうございました。ぜひ感想をコメント欄にて教えてください。少しでもいいなと思っていただけた方は、チャンネル登録、評価、よろしくお願いいたします。